皆さんこんにちは、写真家の太田康です。今回の動画では EOS R3 実機の方を触ってきましたので、スポーツ撮影時に使用する EOS R3 の感想などをお話ししていきたいと思います。私は普段スポーツカメラマンの仕事をしていますので、EOS R3 の性能っていうところにもすごく興味があるんですけども、実際実機を触ってみて、いろいろ感じるところもありました。そういったところを一つ一つお話ししていきたいんですけれども、まず一つ目に持った感じですね、こちらは 1DX の Mark III になるんですけども、これとほぼ同じぐらいの堅牢性というか、しっかりしたボディだなっていうのをまず第一に感じました。もう明らかに EOS R5 と比べると、やっぱりこの 1DK のボディっていうのはすごく堅牢性があってしっかりしたものなんですけども、EOS R3 の方も同じぐらいしっかりしたボディという形で、本当に過酷なスポーツ現場、炎天下ですとか、ウィンタースポーツ、雨が降ったりとか、もうありとあらゆる気象条件の中で撮影しても音を上げないような、そういうしっかりしたボディだなっていうのをまず一番最初に感じました。ボディの大きさとしては 1DX シリーズは、初代から 2,3 と少しずつこう高さがね大きくなってたりしたので、この微妙な差が一部のカバンに入れづらかったりもしてたので、小型化っていう意味では非常に助かるなという印象です。持った感じはすごく、握りやすくて、ずっしりした感じもあったので、もう違和感なく使っていける、そんな気がしました。メニュー構成なんかは基本的には R5 のものを踏襲していて、こちらも遜色なく移行していけるんではないかなっていう印象です。でスポーツ撮影において、すごく気になる部分として、まず一つが EVF、液晶ビューファインダーの見え方なんですけども、こちらの方はスペック的には EOS R5 と変わってない感じに一見見えたんですけれども、実際覗いた感覚っていうのは R5 の滑らかさ優先にしてもちょっとね、こう R5 の場合は違和感があったんですけれども、 R3 の場合はすごくスムーズにファインダーを見ることができましたね。これ、スペック的には同じなんですけれども、さらに進化させてきたなっていう印象を受けました。非常にね、スポーツ撮影、高速に動く被写体とかを追いかける場合も、撮影しやすいんじゃないかなっていう印象です。で今回の R3 で、目玉となっているのが、新しいセンサーですよね。キヤノンの方で、自社開発した裏面照射型 CMOS センサーを搭載してきたということで、これは高画質、画質のさらなる向上ですとか、高感度に強くなるっていうところが言われてると思うんですけれども、スポーツ撮影において、一番重要視されるのは何といってもローリングシャッターの歪みの軽減、これだと思うんですよね。でこの分野に関してはやっぱりソニーの α9 ですとか α9II、α1 といったところが今までずっと抜きん出ていたところだと思うので、今回この新しく搭載されたセンサーでどこまで追いついているか、あるいは追い越しているか、このローリングシャッターの歪みっていうところが一番のポイントなのかなと思ってます。ローリングシャッターの歪みに関しては 1DX Mark III の頃からだいぶソニーに差をつけられていて、 1DX Mark III でも頑張ってますっていうのを、パンフレットなどでもアピールしていたんですけれども、どうしても一眼レフのミラーありきの場合はミラーアップして撮影しないといけないので、実質電子シャッターっていうのは非常に使いづらいわけですよね。で R5 になってから、電子シャッターで秒間20コマ撮れるようになったんですけども、私の過去の動画でも検証動画作ってますけれども、実際歪みは発生するっていうのと、 R5 の場合はクロップを使うことによってセンサーの読み出し範囲が狭くなるので、さらに抑えることができるっていう意味では、1DX Mark III よりも、若干進歩してたと思うんですけれども、
そのキヤノンのこの歪みに関するアピールっていうのも、ゴルフを題材にした写真っていうのはよく使われるんですけれども、今回の R3 は、まあ、ドライバーを振ってるところもちょっと写真で紹介されてましたね。ただ、まあ、バンカーショットの写真とかが多いので、正直言うとバンカーショットはそこまで早く振っているわけではないので、歪みがあんまりわからないですよね、まあ、ちょっとあまり参考にならないかなと。この歪みに関しては、まあ、やっぱり実際使ってみてどのぐらい歪むかっていうのはきちんと検証してみないと、何とも言えないかなっていうところでもありますけれども、まあ、今回の裏面照射積層型 CMOS センサーっていうところを自社開発してきたところで、まあ、どこまで歪みが軽減できているかっていうところはすごく楽しみな反面、これで今回ソニーに追いついて追い越せていなかったらちょっと厳しいんではないかなっていうところもあって、まあ、期待と不安が両方あるかなっていうのが私の個人的な今の感想です。まあ、この部分のローリングシャッターの歪みというところがクリアされれば、今後は電子シャッターを中心とした撮影になっていくと思います。で、 EOS R5 の場合は結局、まあ、光学ファインダーの 1DX Mark III を使った方がいいのか、まあ、R5 を使った方がいいのかっていうところの動画も、まあ、以前出したんですけれども、結局のところR5 は電子シャッターを使った方がいいのか、メカシャッターを使った方がいいのか、まあ、人によって結構判断が分かれているというところがあったと思うんですけれども、まあ、R3 以降に関しては基本的には電子シャッターで撮影するっていうのがもう一択になっていくんじゃないかなと、まあ、少なくともスポーツ撮影においてはそういうふうに感じてます。まあ、先ほど言った EVF の見やすさ、これがさらに向上しているところもありますし、電子シャッターにおいて秒間30コマまで撮れると。で、実際電子シャッターを、まあ、試してみたんですけれども、1コマ目のみブラックアウトをしてましたけれども、基本的には、ずっと連写が続けられるということで、まあ、非常に撮影しやすいということがありますね。これは広角ファインダーのシャッター開閉するところをでブラックアウトしてしまうのも別に撮りづらいわけではないんですけれども、それと比べても、まあ、断然ミラーレスカメラになって、撮影しやすくなるんじゃないかなっていう感じはしてます。あと電子シャッターは、まあ、無音の撮影が基本かなと思うんですけども、一応、まあ、音も出せるようなので、まあ、音も出してみたんですけど、ちょっとねピロピロピロっていう、ちょっとなんか電子音みたいな感じであまりかっこよくなかったので、まあ、スポーツ撮影においては基本的には無音で撮影することになるのかなという感じはしてます。あとは R5 の時に秒間20コマで固定だったんですけれども、 R3 からは電子シャッターでも連写速度、これが変えられるようになったので、まあ、正直 R5 の電子シャッター20コマちょっとね取れすぎなところもあったので、まあ、この連写速度を変えられるっていうのは私的には非常に歓迎できるなというふうに思ってます。あとストロボの撮影も電子シャッターで行えてました。これもすごく画期的だなと思って、まあ、ストロボをスポーツ撮影で使うっていうのも、まあ、ストロボが必要な撮影っていうのもありまして、まあ、1000分の1ぐらいでストロボが切れればいいなと思ってたんですけども、これも特に問題なく、メカシャッターと一応発光させ、まあ、一応この発光させてみた感じは、まあ、普通のメカシャッターと今までと変わらない感じで発光してたので、まあ、実際ストロボの光量とかが、まあ、どうなのかっていうところも実際使ってみないとわからないところもあるんですけれども、まあ、ストロボも普通に使えるということで、まあ、本当にあらゆる面で、まあ、電子シャッター中心になっていくのかなという感じですね。まあ、そうなるとシャッター耐久とかも気にしなくていいので、修理費用とかトラブルとかも少なくなっていくのかなと。どうしてもシャッターの開閉をするとそこにメカ的な要因が入ってくるので、まあ、故障の原因にはなると思うんですけれども、まあ、耐久の問題もありますし、まあ、そういったところが電子シャッターを中心にしていくと、まあ、なくなるというのは、まあ、使っている側としても
まあ、非常に助かるなというところもあります。あとはこの i カップですね、これが R3 から外せるようになってますので、まあ、レインカバーとかもつけていけるんじゃないかなと思います。まあ、R5 の時の欠点の一つとして、まあ、スポーツ撮影で使いづらい要因としてこの i カップが外せないので雨具が取り付けられないっていう話をしたんですけども、 R3 では外せるようになってましたので雨具がつけられると思うんですけど、ただ現行のファインダーよりもちょっとね大きい感じがしたので、レインカバーをそのままつけられるかっていうとちょっと改造しないといけないかもしれないですね。今回発売されたレンズや周辺機器には、まあ、レインカバーの新しいものの販売っていうのは書いてなかったので、ちょっとその辺は買ってみてから、ちょっと合わせてみて考えようかなと思ってますけれども、少なくとも取り外し可能ということで、まあ、スポーツ撮影、雨の日の撮影なんかでも外で安心して使っていけるんじゃないかなというふうに感じてます。それ以外の新しい技術では、まあ、視線入力によるオートフォーカスっていうのもありますけれども、この辺はいろいろとパンフレットなんか見ても条件が厳しいですし、キヤノンのプロモーションビデオでも、まあ、バイクが走ってくるのをこう視線によって乗り移るっていうところをやっていて、なんか思ったよりもちゃんと動いているのかなっていうところが正直なところなんですけども、ファインダーのいろんなところを見るっていうのは状況を確認するときにも見たりするので、まあ、必ずしもそこにピントが欲しいわけではない状況っていうのもあるので、まあ、なかなかねすぐ使ってみようかなっていうのはなかなかスポーツにおいては結構必要とされていくスポーツも限られていくんじゃないかなというふうなのが、まあ、今のところの印象ですけれども、まあ、これはちょっと使ってみないとわからないというところはあります。あとは 1DX Mark III の時にもあったこのスマートコントローラーですよね。ここを動かすことによってオートフォーカスを動かせるっていうのも、まあ、EOS R3 にも引き続き搭載されてるんですけども、まあ、なかなか 1DX Mark III もこの機能は使いづらいんですよね。この動いてる被写体をさらに親指でオートフォーカスを合わせながらさらにシャッターを切るっていうのはなかなかね、今までもこう被写体を追いながらシャッターを切る、ここにもう一つ動作が入ってくるっていうことなので、なかなか使いづらくて、まあ、基本的にはオフにしてたんですけども、まあ、この辺は EOS R3 にも、まあ、踏襲されてきてますね。まあ、こういったものですとか、まあ、視線入力によるオートフォーカスっていう、まあ、そういういろんな新しい技術を、まあ、投入してくるっていうのはそれはそれで、まあ、素晴らしいことかなとは思ってますけれども、まあ、実際現場で使えるかっていうのはまたちょっと別の話なので、そういったところはいろいろテストしながら判断していきたいなとは現時点では思ってます。はい、ということで今までいろんな情報、そして自分で触ってみた感想なども含めて、まあ、EOS R3 の、私なりのスポーツ撮影における所感というものをお話しさせていただきました。まあ、一番はローリングシャッターの歪み、これがどれだけ軽減されているか、スポーツ撮影において使っていけるか、ここが一番のキーかなと思ってますので、まあ、11月下旬実機が届いてから、まあ、じっくり検証していきたいなと思ってます。本当にそこの部分がクリアできれば、もう光学ファインダーの 1DX など EF レンズの資産は全部 RF レンズに変えていこうかなと思ってますし、場合によっては、まあ、R3 をもう1台追加して2台体制っていうのが、まあ、使いやすくなっていくんじゃないかなというふうにも思ってます。まだしばらく発売まで時間がありますけれども、楽しみに待ちたいと思ってます。発売日に導入できましたら、開封動画の方をまた作っていきたいと思います。よければチャンネル登録の方をお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。